アナキスト仮面。のコイルが温まってきたところなんじゃな、はい、この不思議ちゃんがアナキスト仮面。こんだけで幕張ね、幕張を出発して毎年恒例の年越しそば食べに行っちゃうと思って、よろしくマーヴェリックで、道路交通法みんな守って一列ね。改めまして、おはこんばんちは奈良。大晦日に彼女との約束があろうと、奥様との約束があろうと、家族との約束があろうと、お構いなし。チャンネル登録者数の暴力で後輩の底辺チャリンコ YouTuber を無理やり大晦日年越しそばライドに誘い出す、大大大大大迷惑の巨人、新荒北仮面パイセンだぜ。フォーイエス、ハラスメントやばいんじゃないって話、マーヴェリックでね。そんな上司、そんな先輩、みんなのサイクリング仲間の中にもいるんじゃないって話、マーヴェリックでね。超大大大大大大大迷惑なハラスメント上司、ハラスメント先輩、いややばいんじゃないって話、ヤーベリックだよね。3年前に始まったこの新荒北仮面の年越しそばライド、なんでこれ毎回同じところ、今回目指す正源寺そばのところに行くのかというと、それは3年前初挑戦した際に幕張ケミガマ浜でこの新荒北仮面を映ってくれたあの少年、二郎根の鬼のゼロ君と再びエンカウントするのが目的って話、マーヴェリックだよね。運命の出会い、運命のエンカウント、再び再来できるかなって話、マーヴェリックでね。さあ、こうご期待って話、マーヴェリックでね。現在5名でグループライドをしているこの新荒北仮面、結構ね交通量の多いこんな道でも、まあ、先ほどからねこの動画見てくれていれば分かると思うんだけど、ちゃんと道路交通法を守って後方の安全確認、そして危険予測運転、ハンドサインを出して走行することによって、駐車車両なんかもねスムーズにオーバーテイクすることができる、事故のリスクを限りなくゼロにする走り、道路交通法を学んだこの新荒北仮面ご一行、思考の領域って話、マーヴェリックだよね。一般行動ではやっぱりそういったこと意識することが大事なんじゃないって話、マーヴェリックだよね。ホーイエース。そしてこのようにね時々、特殊な交差点、左折専用レーンがあるね、特殊な交差点がある場合はやっぱりね注意が必要、道を譲ってくれた場合はね、車が道を譲ってくれた場合はありがとうございますってね、ハンドサインでね、このローカルハンドサインで挨拶するのも大事なんじゃないって話、マーヴェリックね。そして間もなく千葉駅に到着するんだけど、なんか1,2,3,4,5、あれおかしいな、5名でスタートした、このグループライドだったはずなのに、なんか一番ケツにミシナルローディが紛れ込んでるんじゃないって話、マーヴェリックでね。この頃新荒北仮面はね全く気づいてません。先頭走っていて後ろがちぎれていないかどうか、それだけしかね気にしてないです。手前入ります。まさかまさか、よもやよもや俺たちのトレインに混じってスリップストリオも利用してホイールサッカーしてるって話、マーヴェリックかな、いややばいんじゃないって話、ルール違反だよねって話、マナー違反だよねって話、マーヴェリックだよね。一体誰やねん。ちょっとじゃあこのちょっとした坂でね、しばいて話しちゃおう、ちぎっちゃうんじゃないって話、マーヴェリックだよね。ちぎれるかな、あれ、追跡者、ホイールサッカー追跡者をちぎろうとしたら底辺 YouTuber がちぎれちゃった、やばいんじゃないって話、マーヴェリックだよね。
まあそれはネタなんだけどね、まあここでちょっと、まあ、楽しそうな坂を発見して、踏みたくなっちゃって、踏んだら、底辺 YouTuber がちぎれちゃっただけなんじゃないって話。マーヴェリックでね、千葉駅のあのちょっとした坂、俺の大好物の坂、パンチャー向きな坂なんじゃないって話。マーヴェリックでね、車にもハンドサイン忘れずに停止します。お、底辺 YouTuber 軍団優秀だね、すり抜け行為しないんじゃないって話。マーヴェリックでね。ふう、さあちょっと道幅が狭いんでね、この先の交差点越えたところ、歩道入ってね、ちぎれたメンバー待つことにしましょうね。あ、すげえ、マテンロマテンロ Just no breakdown の渦に紛れて。ふう、さあ、ナイスバイク、あ、ナイスバイク、ナイスバイク。いや、ちょっとここは歩道なんで、あ、広いところ、歩いていっていい。まさかまさか、よもやよもやだ。謎の追跡者こと謎のホイールサッカー、まさかまさかの二郎ねのりのゼロくんだったんじゃないって話。マーヴェリックでね、ちょっと人混み、駅前なんで人混みなんで、広い場所探してちょっとお話ししてこようかななんて思います。ゴミ袋持ってくれよかったな、ゴミ一丁。オッケー。で、そのまま真っすぐ行っちゃってしばらく。まあ、さすがはね、大晦日か。駅前はね、もう人でごった返してた。まあ、自転車止めて話すところが ないんで、ちょっとね離れたところ。まあ、3年前にね記念写真を撮った場所。あの場所だったらおそらく空いてるでしょう。お仕事ないと思うんで。それじゃあ行っちゃいま、ショータイム。ただホイール、フロントホイールとリアホイールを重ねる感じしてるかな。買っちゃう、でかいなこのキャップ。びっくりした。いや多分そうだと思う。びっくりした。僕も応援したことないけど多分そうだ。これ全部入るの。あ、はいはいはい。ちょっとここで一回撮影します。What is this? What is this? What is? さっきね、YTK システム率いるチェンソーマン一行、チェンソーマン一行、あ、俺チェンソーマンに いいか、後で返信。チェンソーマン一行ね、まだ返信してないけどね。年越しそばを食べに行ってたら、なんとどこから合流した？すぐそこの国道まっすぐあったね。うん、あの時に逆にいたん。あ、逆走ってたんだ。追っかけてきてくれた。久しぶりに、ね、はい、二の尾根のりのゼロ君、はい、エンカウント、あそこで記念写真撮ったよね。あ、そうですね。昔、あと昔祖母の方で。あ、祖母の方で。祖母の方で。祖母の、あの手前のね広場ね。はい。うん、そんだけで今日は、ね、何年ぶり？3年ですかね。3年ぶりのエンカウントで、再び二の尾根のりのゼロ君と、年越しそば食べに行こうと思うんで、皆さん、後ろの YouTuber の皆さんもよろしく。マーヴェリック行きましょう。アナキッタ仮面、みんな今日はゆるポトだからさ、激坂とかないから安心してね。激坂とか絶対ないから、激坂とかは絶対ないから安心して。ゆるポトじゃないから安心してね。あ、ゆるポトだから安心してね。坂とかないからもうちょっと登ってるだけだから。you
回ってるよね、これね。これね、自分こっちの方来たことないっすよ。ああ、まあ、あっちだよね。やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない。この不思議ちゃんが、アナキッカ仮面。信号渡ってすぐそのなんだ、壁の奥。めっちゃ混んでるもん。重ねていく感じですかね。壁に耐えかけてるから自転車で帰るときは狂気になる。もう一個ある。いや、それぐらいの方がいい。ビアンキ乗りはね。ビアンキ乗りはね、うん、ビアンキは高くても安くても関係ないから。正元寺そば無事到着。テイクアウトにエビ天とそば、持ち帰るんじゃないって話。マーベリックだよね。さあ並んでおそば、至高のエビ天そばも店内でいただき、マーベリック。おーイエス。僕も俺ちょうどあの色が多分これ伸びちゃうから食べちゃう。どうぞどうぞどうぞ。ビールビール。じゃあお先にいただきます。いただきます。来年のなんか方法で一応成人の日です。本当だ。アナキッカ仮面。今年もお蕎麦、リモートだぜ。正元寺そば。3年前から気になっていた正元寺そばの激坂、食後の運動にちょっとね走ってきたいと思います。凛太郎さんがねすげえはしゃがってる。おら、偽ゴルゴ。俺はアウターじゃ。下ったら大変なことになるから止まりますか。もうどんどんまっすぐ。大好きな坂もあるよ。平坦になった途端、凛太郎ちゃんまたまた加速するじゃない。何、激坂も平坦もいけるオールラウンダーだったの。いや、予想外の出来事、思考の領域って話。ワクワクするんじゃないって話。マーヴェリックだよね。ホーイエース。
っとまでいられないけど。うん、あ、それでもスカイツリーの裏に富士山見えない？もっと左ですか？なんやかんやでようやく2022年大晦日、走り収め年越しそばライド、無事にケミ川に帰還って話、マーベリックだよね。ラバッチョ東京で横浜から来る YTK システムさんと合流した後、暴君チェンソーマン新荒木高面と共に底辺チャリンコ YouTuber 証言寺そばで、二郎根乗りのゼロ君と3年ぶりのエンカウント、短いようで長いような濃密な一日になったんじゃないって話、マーベリックだよね。その後岡田ちゃんと独身貴族ヒロも合流して YTK システムさんのお別れ会、YTK システムさん仕事の都合で大阪に帰っちゃうみたいだけど、別にまた東京遊びに来ればいいんじゃない？ヤビツ峠でつながった底辺 YouTuber 横のつながり大事にするしかナイジェリアって話、マーベリックだよね。アリーベデルチ、さよならだ。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちら。出てきた、出てきたよ。